先生こんにちはカイロの本当のところの古谷ですさてパーフェクト整体膝痛可視編ということで、えー、片平先生のパーフェクト整体今回は第2弾ですね、えー、今回もですね、えー、私古谷がやってみました動画ということで、えー、片平先生の膝の施術ですね、えー、それを今からやっていきたいと思います 毎回ですね、えー、お話ししておりますけどもおこのやってみました動画でやってるテクニックっていうのはあセミナーの中で、えー、片原先生が公開しているテクニック「パーフェクト整体です。でえー、ただですね、えー まあやり方等々に関してはパーフェクト生態協会の方もしくはパーフェクト生態か片平先生から直接、えーまあ、学んでいただくもしくはセミナー DVD をしっかり見ていただいて、えー、参考にしていただければと思いますはい、ではやっていきたいと思います、えー、と仰向けですねお願いしますはい はい、えー、今、仰向けに寝てもらいました、まあ、あの検査方法ね、いろいろあると思うんですけども、今回、この方、なんでモデルに選んだかというと、やはりですね、ちょっと膝のの、ね、浮きが、屈曲が強いんですよ、ちょっと今、カメラで見ていただいてますかね、えー、非常にね、ありますよね。で、これがね、まあ、取れればいいんですけども、まあ、取れるというか、これよりね、まだマシにつけばいいんですけども、 この状態に今ありますでちょっとねほ、えー、にも検査やってみましょうかえー、っとこの感じもう重いですこれ右足が重い非常にこっちはまだ軽いですね ちょっとパーフェクトセーターの中にある断髪検査っていうのをやってみましょうかえっ、ー、とこれはまあ DVD で、えー、しっかり見て頂ければと思いますえっ、ー、ともうこうや,こうやるとうん非常に分かるんですけどこれ実は本人も分かるんですこっち硬いの分かります はい、右足の方ですね。えー、今左足はこれずっと関節がスーッと滑るんですけど右足の方ですね、えー、右足ですね右足の方はこれスーッとね手で押さずにずっと体重で持ってきてちょっと入れるともうこれいかないんです言うこと聞いてくれないでこっち側スッと動きますスッと動きますで右の方がやはりちょっと、お 何かしらあ問題がありそうな感じですということでえ右足をちょっとやっていきたいなというふうに思いますではあ右を下にして横を向いていってもらえますかはいこの状態ですねはい、えー。では今からちょっと膝の方をやっていきます はい、えー、ではちょっと仰向けになっていただけますかもうちょっとだけ上上がってもいはい OK ですはい、はい、OK ですじゃあちょっと見ていきましょうか、えー、まずちょっと足上げの検査ですねはいねでこっちがいきますねお <laughs> 軽いですね軽、はい、いですね で、ちょっと見ていただきたいんですけど膝ですね、裏、どうかな、あっ、ちょっと下がってますよね、ちょっと下がってます、完璧ではないですけど、えー、ちょっと下がってます。で、えーとね、さっきちょっと見なかったんですけど、ちょっとね、このカメラで見ていただくと、天井のカメラの方がわかるかな。あのねえー 思っても見なかったんですけどお右足の方やった方がですねこれ頸骨の軸なんですけどもここがまっすぐすごい行ってんのが分かりますかね左と右比べると、えー、左の方がこういう回線がかかっててここに頸骨があるんですけど右足の方がこれ頸骨まっすぐ通ってますよね 今ちょっと膝、大腿骨と頸骨の関係を、えー、まあ、正したというか湿関節の方をパフェクト整体の施術でしたんですけどもこういう感じになってますちょっとこれ思いもよらない施術効果ですね、えー、そういう形になってますで。 私のこの、まあ、片平先生の見させてもらってやってますけど、まあ、多分これ片平先生が見ると、もうすごく雑で。私の、お施術なんかも、本当、え一割二割しかできてないと思います。一割二割もできてないかもしれません。本当やり方。 だけこうやってもこのぐらい効果がガラッと変わってしまうぐらいに関節の方の施術に影響があると思いますので、ぜひですねセミナー DVD 見ていただいてこの膝の施術ですねマスターしていただければと思います。ありがとうございました。